バカ。どうも、あえちゃんです。新キャラカイドウということで、まさかの超フェスということで、1月26日に実装する予定ではないのかなと思ってたのが、まさかのカイドウということで、早すぎだよなということで、まあ、今回ですね、こちらの PV もあったんで、皆さん、まず見ていきましょう。皆さん PV 見てもらった通りめちゃめちゃかっこいいよっていうことで、まあ、今回ですねこちらのですねキャラクターのガチ評価っていうことでやっていきたいなと思います。まず総合評価からやっていきたいなと思うんですが、10点満点中10点ですね。めちゃめちゃぶっ壊れていますよね。で、通常攻撃もめちゃめちゃ優秀で、まあ、10点満点中10点となっていますね。まあ、スキルも両方やばかったですよね。まあ、実際に使ってみないとわからないところはありますが、これも評価としては10点満点中10点ということで、まあ、特性もやばかったですね。もう特性どうなってんねんってぐらいぶっ壊れていましたよね。まあ、この特性も10点満点中10点を与えたいなという感じですね。ではですね、まずカイドウのスキルの性能を見ていきましょう。スキル1、敵チームのお宝エリアがあるとき、自分が一番遠い敵チームのお宝エリアに移動する、さらに中距離の一定範囲内にいる敵にダメージを与えると。これやばいっすよね。めちゃめちゃ瞬間移動するスキルとなってるんじゃないのかなと思いますね。で、ダメージはダメージ減少を無視して与えることもできるということで、スキル1から相当なぶっ壊れなスキルとなっております。続いてですが、スキル2ですが、遠距離にいる一定範囲内の敵にダメージを与えて吹っ飛ばすと、で、回復付与を状態付与するっていうことで、これやばいですよね。あと、残りの体力が最大70倍以上の時に敵に攻撃した時、追加で固定ダメージも与えると。まあ、この固定ダメージがどれぐらい与えるのか少しね、楽しみなスキルとなっていますね。一応これは無敵状態を得るとなっているので、無敵スキルってめちゃめちゃやばいと。いやもうマジでこの時点で、両方スキルぶっ壊れてますね。続いて、特性見ていきましょう。自分がお宝ダッシュしているとき、よろけずダウンしなくなると、これいいですよね。で、通常攻撃1段目また2段目はダメージ与えたとき、50% の確率で回復不能をつけると。お、これやばいですね。まあ、回復不能をつけられたらめちゃめちゃきついですよね。続いて、パラメータ増加中の敵に攻撃したときですね。まあ、これめちゃめちゃいいですよね。状態異常を解除するってもうめちゃめちゃ嫌がらせですね。で、再出撃したときですが、自分のスキルにして来るために 50%、うお、いいね、これ。かつ、移動速度が10秒間 30%。やばめちゃめちゃいいですね、この時点で。で、特性1読んでいきましょう。自分がお宝ダッシュ中ですね。自分がいるお宝エリアに、敵がね、時か。ダッシュ速度が 50% 増加する。これ普通ですね。残り体力が最大 70% 以上の時、敵に攻撃した時、敵の回避を送るための 50%。あー、これめちゃめちゃありがたいですね。続いて、敵から寄与されるダメージを受けた時、1回だけ体力 15% まで回復する。お、この回復っていうのはめちゃめちゃでかいなと思いますね。続いて特性に読んでいきましょう。回復の状態に敵に攻撃した時、与えるダメージ 30% 増加する。
さらに体力 5% も回復すると、もうこれやばいな。回復無効祭りになりそうだね。で、パラメータ増加中の敵に攻撃された時、受けるダメージで 30% 減少。で、さらにスキルのクールタイムも短縮と。で、最後ですね、自分がお宝奪取した時、体力 30% 回復する。かつスキル1のクールタイムも短縮すると。もう特性もめちゃめちゃやばい。もうシャンクスとオリンの環境マジで終わったなっていう感じがしますよね。で、キングもこれも終わったんじゃないのかなと思います。いやもうこれね、環境1位ほぼ確定なスキルとなっていますね。はい、ということで皆さん以上となるんですけども、明日ですね、新キャラ来るみたいなんで、ちょっと楽しみでもあり、恐怖でもありということで、早すぎるよペースがっていうことで、皆さん明日楽しみに待ちましょう。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。総合評価としてはもう10点しかありません。またなー。